皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ニャゲットということで、今日はお家で簡単ごちそうクリスマスレシピということで、パン粉の代わりに食パンを使い、プリップリのエビとザクザクの衣が美味しいザクザクエビナゲットを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。8枚切り食パン2枚の中央に包丁を入れ、2枚に開きます。結構薄いんですけど、まず周りに切り込みを入れてから、切り込みに沿って包丁を入れていくと綺麗に2枚に開けます。開き終えたら3から5ミリ角程度の大きさに細かく切ります。手を切り終えたら、今日はパン粉の代わりにこの食パンを衣にしていくので、つけやすいようにバットやお皿の上に広げておきます。玉ねぎ1/6個、 40g の皮を剥いてみじん切りします。エビ 120g の殻を剥き、尻尾を取ります。エビの殻剥き面倒な場合は、剥きエビで代用していただいても大丈夫です。殻を剥いたら、背側に先の尖ったものを入れ、背綿を取ります。背綿を取ったら、水、塩、片栗粉でもみ洗いし汚れを落とし、水できれいに洗い流してザルにあけ、水気をしっかりと切ります。水気を切ったら包丁で叩いてミンチ状にします。エビを叩いてミンチ状にしたら、はんぺん1枚を調理用袋に入れて揉み、形がなくなるまで潰します。はんぺんの形がなくなるまで潰したら、酒大さじ1、片栗粉大さじ1、おろしにんにく小さじ1、叩いておいたエビとみじん切りした玉ねぎを入れて袋を揉み、混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら、スプーンですくってバットに広げておいた食パンの上に落とし、ナゲット状に形を整えながら食パンを周りにまぶします。食パンをまぶして丸く形を整えたら、フライパンに深さ5ミリから1センチほど気持ち多めに油を引いて中火で熱します。はい、では油が温まったら、エビナゲットを並べて、底が色づいてくるまで加熱します。では、色づいてきたら返して、半面も加熱していきます。はい、では全体が色づいてきたら、取り出して油を切ります。はい、では油が切れたら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。オッケー。はい、ではこんな感じで、食パンでザクザク食感、ザクザクエビナゲットの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はプリップリのエビとザクザクの衣が美味しいザクザクエビナゲットを作ってみました。それでは本日はほろっとライチ&グレープフルーツで乾杯。乾杯。くー、ほろりーの。じゃあ早速いただきましょう。今回はお家でお手軽に作れるごちそうクリスマスレシピということで、食パンを衣にしつつザクザクの食感が美味しいザクザクエビナゲットを作ってみました。中の種にもしっかりね味付いてるので、このままいただきます。
じゃあいただきます。ザクうま、めっちゃ美味しい。うん、細かめに刻んだパンを外側にまぶし、ザクッとした食感が美味しく、はんぺんプラスエビを合わせてふわっとしつつプリッとした食感がとても美味しいレシピになってます。で、今回はザクザクにしたかったのでパン粉を使わずに食パンを細かくして外側にまぶしたんですけど、うまく水分が抜けてこのザクザクになった食パンの衣がとても美味しく食べられるレシピになってます。種にはエビプラスはんぺんをペースト状にして使うことで、うまくエビの食感や風味が残りつつもはんぺんでふわっと美味しく仕上がります。で、はんぺんは結構塩気が強いのではんぺん1枚でしっかりと味が決まり、そのままでも美味しく食べられるレシピになってます。で、少量玉ねぎを入れることによって程よく玉ねぎの甘みが全体に広がり、少し粗挽き黒胡椒を入れることによって胡椒のピリッとした風味がとても美味しく食べられます。で、はんぺんも調理用袋を使い他の食材と合わせることで手を汚すことなく簡単に作れて、エビも今回こう殻がついたものを使ったんですけど、もしない場合や殻むき面倒な場合は冷凍のむきエビ解凍して使ったり、まあ、市販のむきエビを使っていただいても美味しく仕上がります。で、種をパンの上に落とすと、ほんとそのままうまくこうね、ギュッギュッと押さえて形を整えていると、種にこうパンがくっついていくので、成形する際も簡単に作ることができます。で、加熱する際も、ほんと揚げるっていうよりは、少量の油で揚げ焼きするような感じで、お手軽に作ることができ、ほんとこんな感じで一口サイズで食べやすいので、クリスマスにもおすすめのレシピになってます。じゃあちょいと粒マスタードをつけていただきます。うん、で、中に粗挽き黒胡椒を入れているんですけど、ちょっとこうパンチが欲しいなっていう場合に粒マスタードやからしをつけて食べても美味しく食べられます。で、ほんとはんぺんを入れることによってちょっとこうエビだけだと割に高くついちゃったりとかするんですけど、うまくはんぺんでかさ増しになりつつ、あとは食パンのお手軽な食材で作れるので、まあ、いろんなね、物の値段上がったりもしているんですけど、値段気にすることなくクリスマスにも美味しく食べられるレシピになってます。うん、はい、ということで今日はザクザク食感にプリプリのエビが美味しいザクザクエビナゲットを作ってみた動画でした。細かく刻んだザクッとした食パンにプリッとしたエビとはんぺんのふわっとした食感がとても美味しいレシピになってます。まあ、うまくはんぺんを使うことでかさ増しにもなりますし、一口サイズで食べやすく、クリスマスにも普段の食卓にもおすすめのレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。ザクザクー。これ絶対美味しいやつ。